博物館で見たこんな感じだったような。おまあこんな臼でもみ殻、絹でついてぬかをと、ずいぶんね。ここまでしないと高さ出来上がり。ああえ、いやまだな。今度確か吹いたら火を引いて赤子泣いても蓋と。さあ聞いたこと魔法様の出番ね。陣にしてあげるわ。ああ何よ、どんな料理ができ炊けたぞ。ようやくね。ほっと、あれ、ああおにぎりがいいと思ってな。え、もうわかった。そうだろう。これ、はい、ああ、塩味が。頑張って働いた甲斐がある。おいしい。まあ好評みたいだし。